VZ シャーシー、せっかくバンパーレスにできるんだから、AT バンパーでも作ろうか。今回はフロントバンパーの改造ということで VZ シャーシーならではの AT バンパーを作っていこうと思います。まずは AT バンパーを作る前にフロントブレーキステーを取り付けていきます。はい、あらかじめ流用したパーツから作りました。こちら AR ギアワイドステーを合わせてみたところ、ローラー取り付け部分をカットしてフロントバンパーラインをなだらかにしました。またブレーキを貼る面積を増やすためにクリアカバーを貼り付けてあります。はい、フロントブレーキステーの準備ができたところで本題の AT バンパー、実は元々のバンパーこう裏返してあげて合わせてみたら、これってなんだかいけそうな気がするということで、既存のバンパー使っていきますが、この穴を 3.5 ミリに拡張して、ジャストサイズ。そしたらバンパーの取り付けですが、フロントブレーキステーのこの穴から長めのビスを取り付けてあげて、ビスには2段用パイプを通してここにバンパーをセット。ソフトスプリング、大ワッシャー、ナットで留めてあげると、はい、これで AT バンパー完成です。なんていうか悪くないんだけど、さすがにバンパーの強度弱すぎないかな。そう思うだろうと思ってベースバンパーにさらに FRP プレートを追加していきます。ってことで一旦外します。はい、外したところで改めてこちらが VZ シャーシー FRPフロントワイドステー、 VZ シャーシー用ということなので、もちろん付属のバンパーに取り付けることが可能です。裏を見てみると 3.5 ミリに拡張した穴をプレート側にも開けていきます。はい、ということでまた同じようにシャーシーに取り付けてみましょう。おお、さっきよりは強そう。はい、動きに関してですが、厚みが増えた分ちょっと収まり良くないかな。あとはグリスを塗るなどして調整していきましょう。それではローラーセッティング、はい、最近だと8、9ミリローラーが個人的にトレンド。ローラーを選ぶポイントも一応あって、通常ワイドステーにローラーを取り付ける際、19ミリローラーよりも9ミリローラーの方がマシン寄りに取り付けられるので、コーナリングの際よりフェンスに食い込みやすく安定した走行ができます。それと今回AT バンパーということで2段ローラーを逆付けにすると、コーナリングの際スラストをコース内側へ入れることができるので、コースアウトを防ぎます。その他 AT バンパーの特性としては、バンパーをいなすことでコース復帰率を高めます。 AT バンパーといえばボディーちょうちんとの連動なんですが、既存のバンパーを使うことですでにスラストが入っているのと
今回それほどダウンスラストに稼働しないので必要ないかなとは思いますが、一応取り付け穴は開けてますので、次回ボディ提灯を作っていきましょう。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。